はい、今回はリミの家で使ってる文房具紹介です。はい、リミちゃんはね、いつもね、宿題とかね、このお家に置いてある文房具を使ってやるんだよね。うん、はい、ということで、いつもね、これね、リビングに置いてあるんだけど、今日はちょっと2階に持ってきて紹介します。姉がなんかそこで遊んでますけど、うん、こんにちは。姉さん、ちょっと邪魔しないでくれる？ということで紹介したいと思います。はい、じゃあまずその筆箱、筆箱はこれは珍しくピンクなんだけど、もらい物なんだよね。なんかパパの会社の人がくれたんだっけ、うん、ね、でそれで使うようになった。でも可愛いよね、うさぎ、うん、そう。ねえねえ、アザラシが消しゴムになってる。そうそうそう、柄は可愛いんだよ。裏、裏は何もない。あ、書いてある。何もなくなかった。はい、じゃあね、中いっぱい入ってんのかな。パンパン。じゃあゃさっさということでいきましょうか。まずリボン、あ、これね、ママが買って、ママがあれだね、リミちゃんの誕生日にスプラトゥーンのプレゼントにつけた柄のリボン、うん、余ったからリミちゃんにあげました。次、うん、のり、はい、次、あ、マステ。リミ、このマステ好きだから、あとね、でももうちょっとしかないね、なくなっちゃう。そうだね、あと1回分だからちょっと痛い。次、注射器の蛍光ピンク。はい、次、黄色のキラキラボールペンみたいな、かわいい。次、何その太いの、知らない。え、リミ入れてない。え、何これ。何これ、誰のパパかな。パパが入れちゃったのかな。たまにね、なんかね、入っちゃってる。パパのもの入ってる、うん、パパかもしれないです。パパかも。もうすんごいぶっといペンだね、これ。いいね、うん、かわいい。ヒロコロに噛まれたシャープ。あ、ほんとだ、もう先がやばいね、噛まれてる。これ使えないのも、うん、あら。次、カッター2個。カッター2個、100均っぽいね。学校のだよ。そうなの、100均で買ったよ。うん、違う、学校でもらったの。へー、次、はい。黒い、あ、これは水性の黒いペンだね、うん、次、ホワイト、あ、待って、青は以上。あ、星型かな、これ。これ100均だ。星型だね。ピンクもなかった、これ。ピンクある、ピンクもあったよね、確か4色ぐらいだった気がする。ピンクがない。あ、ピンクなくなっちゃった。じゃあ次、はい、折れた。あ、これね、しーちゃんが好きな鉛筆、フライングタイガーの鉛筆、折れてる。黄色のなんかペン、ペン。黄色のペン入ってる。次、シャーペンのシーン。次、ちっちゃい鉛筆と長い鉛筆。ちっちゃい鉛筆が真ん中にあるのね。あ、本当だ。で、長い鉛筆が2本。ちっちゃ。これ2年生。すごいな。まだ入ってる？ママの消しゴム。あ、ママが使ってたやつ、奪ったやつだ。じゃあ、次、はい、名札。あ、タグね。タグがまだ入ってるという。終わり？あ、まだ入ってる。あ、さっきのぶっといペンの細い版じゃない？だパパが入れちゃったやつかな。どんどん入ってるんだろうね。いらなくなったからリミにくれたのかな、ね、うん、次、あ、黒いボールペン、黒い。次、部品がなくなったシャーペン。ちょっと、もうそれも使えないやつじゃん。次、ボールペンだ。青かな。多分ね。うん。次。あ、オラフ。オラフ、キュッてて気持ちいい。それは？木の消しゴム。本当だ。次。うん。でね、また穴よきのトカゲ。ああ、トカゲね。と、うん、また木。
使ってあるんですよね、うん、次シャーペン、あ、シャーペン、なんかね、これ芯入れても出なくなる、うそん、壊れちゃった、ここにさ、切って芯が挟まって出てなくなる、それ直りそうだね、後で直してみましょう、ほら、なんかにくい、多分それなんか長いシャーペンの芯見るけど、次、なんかにタグなんかのホワイト何ウィズバッグ何のバッグだそれ、なんだろう、まあいいや、わかんない、ここに入る、ぴったり、うん、次、まだ入ってんの、すごいね、ハサミ、あ、ハサミね、ハサミよく使うよね、うん、次、はい、ゴミ、ゴミいらない、消しゴムのゴミ、それもういらないんじゃない、うん、次、サーモン、あ、サーモンそれなマグネット、うん、冷蔵庫につくやつ、チョッキ、うん、蒸気、チョッキ、これ、これ、ああ、さっき一本ね、うん、でもそれ治らないんでしょ、治んない、うん、じゃあしょうがない、治るかな、治る、多分、うん、後で使ってみる、はい、次、全部ゴミ、あとはゴミですね、はい、しょうがない、ずいぶん入ってたね、ね、これ気に入った、すごいぶっといよね、それね、バトンかと思ったよね、リレーのすごい、確かにね、これもっと長かった、うん、はい、じゃあ一回しまいましょう、ここにね、バラバラになっちゃうから、結構さ、すごい入ってるね、家の筆箱はね、よし、 OK、 じゃあ次はなんだっけ、プーさんのやつ、はい、はい、ここにもプーさんです、こっちの方がよく使うやつかなうん、こっちメインで使うやつ、うん、じゃあ一番上からお願いします、これはね、視聴者さんからもらった、うん、そう、視聴者さんからね、もらったやつ、もらってからずっとね、下でこうやって使ってるんですよこのまま置いてありますのでこれ、あ、これが一番好きなシャーペンだね、うん、プーさんの、プーさんのシャーペン、うん、これ使いやすいよ ね、うん、あれ、宿題に使ってる、そう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 、次、鉛筆だ、鉛筆、はい、次、あれ、シャーシンも入ってるよ、一番に、次、シャーシン、から、あ、まだ数本入ってたない、うん、うん、もうない、でもここにダイヤ入れてる、嘘、ダイヤ入ってる、めっちゃ出てきたけど、まあまあまあ、もう全部出しちゃおうか、じゃダイヤ、ダイヤ、ダイヤ、はい、ダイヤ、ダイヤが4つ、ここ4つダイヤです、4つダイヤ、4つダイヤで、しーちゃんのシャーペン、しーちゃんのシャーペンがある、ここに、あ、本当だ、ギョロメちゃん、なんか入れてあった次、お友達にあげた、あ、そうだね、2人のお友達に1個ずつあげて3人でお揃いっていう、幼稚園のね、からのずっとちっちゃい時からのお友達で、はい、みんなね、ちょっと別々なところに住んで、まあ別々のところっていうか違う学校なんですけど、ちょっと遠いんですけどね、はい、お手紙でね、はい、プレゼントしたんだよね、赤鉛筆2本長いね、結構ね、次、マイネームペン、あ、姉が塗ってるよ、赤鉛筆キラーってしてるよ、長いの、しおちゃんのね、赤鉛筆めっちゃ短いの、長いよ、ほら、見て、長いの2本だよ、見て、1本ちょうだい、ダメ2本あるんだから1本ぐらい良くない使うのね、次、青ペン、でもこの色気に入っててね、うん、あとほら、もうちょっと、ほんとだ、マーベルの、これなんかゲーセンかなんかで撮ったペンだね、綺麗な水色なんだよね、そう、うん、これ好き、はい、あとはこれ、お友達からもらった、あ、これは学校のお友達が誕生日プレゼントだっけ、うん、っていうことでプレゼントしてくれて、うん、周りの4人のことを揃えるかな、そうだよね、4人のお友達とお揃いらしいで、多分色違いでお揃いなのかな、うん、全部色も一緒、あ、そうなんだ、ありがたいね、よく使って、はい、大好きなプーさん消しゴム、折れた折れちゃったね、次、
これね、多分視聴者さんにいただいたやつでーす、はい、ね。これね、うん、これがなくなったやつか。そうだね。ティリーン、ティリーン、ということで、はいはい、じゃあここに入れていこうか。片付けていきましょう。使うやつは一番多いので。そうね、この定規2段目だったけど、これも入れちゃおう。全部入れちゃう。そしたらさっきと入れ方違うけどいいの。やだ。できた、うん、はい。本当はね、うん、このね、うん、どこだ、あった、これをね、うん、ここに刺してた。あ、そうなんだ。そっちに刺してたんだ。定規に付けてたのかな。あ、そっちに刺してたのね。あ、そういう感じで置いとくのね。そう。なるほど。だけどね、うん、ママとかがなんか勝手にこっちに、うん、多分ね、怒ってるんだよ、それが。ポロって。だからママ怒ってるから、とりあえずここに入れる。ここにも置いとくだときある。ほんと？はい、ということでね、リミちゃんがお家の宿題とかやるときに使ってるお家用のね、まあ、筆箱。ほとんどこっち。そうだね、ほとんどこの黄色いプーさんの方ですね、使ってるの。プーさんはいつも黄色いよ。そうだね。はい、以上でーす。リミ君もプーさんがやるよ。ね。はい、見る？あ、下も赤なのか。そう、下赤で。うん、プーさん。黄色。プーさん。プーさん。プーさんかだ。はーい。それでは、バイバイ。グッバイ、ヒヨ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 。